はい、皆さんこんにちは。ちょっとね、新しいカメラなのでうまく撮れてるのかわからないんですけれども、ピントとかずれちゃってたらすいません。今日のね、動画なんですけれども、今日はハオルチアをお家の中で綺麗に育てるための水やりのコツのお話をしようかなと思います。で、僕の家はですね、お家の中で植物って基本育ててるんですよ。で、ハオルチアもそうなんですけれども、家の中で育ててたらなかなか上手に育たないよっていう人も結構いると思うんですよね。で、もちろんお家の中って外に比べたら光が少ないので、ちょっとどうしてもね、徒長しやすい傾向っていうのはあります。まあ、その辺はね、 LED 使うとかしてある程度補光してやるとかっていうのがポイントになってくると思うんですけれども、水のやり方次第でもだいぶこの徒長には影響ってありますので、そのお話を今回はしていきます。あ、ちなみにですけど、こういうオブツーサ系は徒長しづらいです。で、キンビフォルミスとか、あと玉仙とかですね、あの辺はね、どうしても徒長しやすい傾向にあります。で、結論から言うと、ピント合ってるかな、僕は水やりってちょろっとしかやらないです。で、タイミングなんですけど、葉っぱを見ます。何日に1回とか、そういう水のやり方って分かりやすいんですけど、それ育ててる環境によって変わるじゃないですか。だからあんまりね、何日に1回っていうよりは、僕は植物の状態を見て水やりっていうのは判断した方がいいと思ってます。で、僕のあげるタイミングっていうのは、葉っぱにシワが寄ったタイミングですね。まあ、これちょっとシワ寄ってないんですけどね。一応やり方としては、こんなもんです。こんなちょっとしかやらないのって思いますよね、多分。園芸の本とかホームページ見ても、土はしっかり乾いてからたっぷりあげましょうっていう風に言われてます。で、それは正解です。間違いないです。その言ってるのは、なんでそういう風にたっぷり水やらないとダメかっていうと、鉢の中って通気が悪いので、こうよどんだ空気を水でバーッと押し出してやるっていう効果が一つと、あとは植物自体から出る老廃物とか、あと肥料をあげますよね。で、肥料が用土に溜まっていって、肥料焼きみたいになったりとかしないように、こう水でしっかり洗い流すっていう意味があっての、たっぷり水をあげましょうなんですよ。でも今言ってた話って、ハオルチアで本当に必要なのかな。用土って、用土の作り方次第ではどうとでもなるんじゃないかなっていうふうに僕は思ったんですよね。例えば鉢の中の空気の入れ替えだって、すごく通気のいい用土、使う用土の粉塵をしっかり取って、中流とかのね、ある程度粒の大きなもので、植え付けてやれば中に空隙ができるんですよ。まあ、軽石なんか使うと特に空隙がすごくできるんですけど、そうしたらもう通気が常に確保されてるんで、空気を押し出してやるとか、そういう必要ってなくなりますよね。あとは肥料分。肥料分だって、外で育てるんだったら、肥料とか水ってある程度あげた分だけ葉っぱがぐいぐい大きくなってくれたりとかするんですけど、お家の中でそういうやり方やっちゃうと、どん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 葉っぱが徒長して長くなっちゃうんですよね。なので肥料分って極力家で育てる場合は少なくした方がいいんですよ。ということは、有機質だとかはなるべく用土の中に入れない。腐葉土とかピートモスが有機質ですけど、そういうものはなるべく用土の中に入れないで、入れたとしてもマグアンプとか、あとは成長期に3000倍とかすごく薄めた液肥をあげるようにすると、中に肥料ってあんまりたまらないんで、老廃物を頻繁に流してやるっていう必要とかもなくなります。もちろん僕もですね、2ヶ月とかに1回ぐらいのペースで水をザバーッとかけ流すことはあるんですよ。それはホコリを取ってやったりとか、まあ、あと植物のね、状況を見て。
すごく乾燥しやすいような時期なんかは特にそうですけど、葉っぱがすごくシワへ寄っちゃってるなっていう時はバーッと水をあげます。ただそれ以外の時っていうのはあまりこういう用土とか肥料分に気をつけてやれば、ちょろっとの水やりでも十分です。で、ちょろっとの水やりをしている時に出てくる特徴が、やっぱ葉っぱが、これ紫オブツーサなんですけど、葉っぱちっちゃいですよね。葉っぱがちっちゃくて、でも結構引き締まってますよね。で、これで一応小株が2つできてます。紫オブツーサって小株できづらいんですけど、市販で売られてる紫オブツーサってもっと葉っぱごつくないですか。葉数が少なくて葉っぱがゴロンとしてません？で、ちょっと高さもあるかもしれないですよね。市販でよく見るのって多分そういう風になってると思うんですよ。水をちょろっとやるのって、要はシワが寄って水をちょろっと上げて、だいたい3日から1週間ぐらいすると葉っぱはプリプリになって中の用土が完全に乾くっていう状態になります。で、そっからどん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 また植物の中の水分が抜けていってシワが寄ってくるんですけれども、そういうやり方をすると、植物の中にある水分だけで成長しようとするんですよ。これが葉っぱがプリプリになってもまだ用土に水が残ってるっていう風になると、用土にある余ってる水分を使って葉っぱの展開プラス葉っぱを大きくするっていう方にも水分を使おうとするんですよね。ちょっとね、これ説明がなかなか難しいんですけれども、人間で例えるならば、子供にご飯あげますよね。身長が伸びるのに、体が作られていくのに必要最低限のご飯の量をあげれば、その子って多分太らないですよね。でもたくさんご飯をあげてやれば、確かに成長が早くなるかもしれないですよ。栄養がたくさんあるんで。ただ、あまりにも余分だったら太っちゃいますよね。っていうことは、太らせないで育てようと思ったら、これ、あくまでも、例え話ですからね。人を太らせないで育てようと思ったら、その子が成長する上での最低限のご飯をあげ続けてやれば、体がすごく筋肉がついて大きくなるってことはないかもしれないですけれども、成長はさせられるじゃないですか、太らせずに。それと似たようなイメージです。この株が最低限成長するのに必要な水分だけをあげて、葉っぱをね、太らせるとか大きくするとか、そういうことに使う水分をあげてないんですよ。肥料もそういう余計なことをさせるような肥料のやり方をしてないんですよ。だから葉っぱの最低限の展開しかしないんで、こうやって詰まった形になるんですよね。これなんてもう3年4年育ててますけども、全然徒長してないですから。で、お店で売ってるものに比べるとちょっとちっちゃいですけれども、小株も吹いてるっていう状態です。ブラックオブツーサもそうですよ。これあんまり徒長してないですよね。でも葉っぱは多分お店とかで売ってるやつってもっとボコンと膨らんでたりとかします。ただしね、僕のやり方ってデメリットがあって、成長はめちゃめちゃ遅いです。すごくゆっくり成長します。ただ葉数も増えて、竹もしっかり締まった状態で育つっていう特徴があります。1年半前ぐらいに植え替えの動画撮ったんですけど、一応概要欄にリンクは貼っておきますけどね。これ桜水晶です。その当時植え替えたやつ、ね、画像も一応出すかな。多分どっかに画像ポンと出してますけど、ほら、しっかり成長してますよね。水分切って育ててるんで、こうやって葉っぱはギュッと縮まってはいますけど、縦にそんなに伸びることもなく、こんな風に育ってます。お家の中でです。なので、一般的には徒長しやすいお家の中での栽培っていうのも
水やりをこう成長に必要な最低限の水分に抑えるようにして、じっくりじっくり時間をかけて育ててやれば、ある程度こういう形が整った株になるっていうことですね。あ、ちなみに冒頭で説明してた金尾系とか、あれはね、水やりじゃどうにもならないです。多分あれは光と水両方ないとね、ダメなんですよ。水がなかったらなかったで、シワシワになったりとかしますし、光が足りなかったら足りなかったで、どんどん徒長していくんで、あれは水やりではコントロールできないですね。お店で売ってるのはね、すごい綺麗になってますけど、あれすごいですよね。よく育てられるなと思って感心しますけどね。オブツーサ系とかはやりやすいです。なので、まあ多分ね、ハオルチア育てたいなっていう人って、オブツーサ系見て育てたいなと思うと思うんで、まあ、オブツーサ系持ってる方が多いと思いますし、育てたいなっていう方も多いと思うんですけど、オブツーサは割と室内でも、やろうと思えば形は整いますので、ぜひチャレンジしてみてください。というわけで今日は室内でもハオルチアをきれいに育てるための水やりのお話をさせていただきました。皆さんの参考になれば嬉しいなと思います。それでは皆様ご視聴ありがとうございました。